破って見えたぜ。藤原拓海の超高速四輪ドリフト。僕が日本に来た目的は2つあります。イパパイ、100万ボルトの電撃が来た。俺は相葉俊だ。ランキングは雲の上の9。俺が君に用意できるのは戦闘力のある車じゃないんだぜ。クールです。グリップウェイトレシオだけが唯一のレギュレーションだなんて。何者なんだ彼だって。決勝に出られるのはわずか15ラインのみ。コースを熟知してない素人が攻めたら死ぬぜ。オーバー。嘘だ。凌介の携帯にかける。大至急。なぜそこにいるの、カナタ。お前さえ無事で戻ってくれたら俺は笑ってハグする自信があるぜ。ニュースターの誕生を予感させてくれます。カナギリカナタ19歳。ブレーキも含めてフットワークのバランスがいいです。これがあるなら当初の目的は果たせると思います。お待ち遠さまです。なんだお前、箸使えねえのかよ。お姉さん、悪いけどこいつにスプーン1個。